ミハイル・モイセービッチ・ボトビニクは、ソビート連邦のチェスの選手、チェスの世界チャンピオンである、工学者でもあった。フィンランドのクオックから生まれ、12歳の時にチェスを覚え、20歳の時にソ連チャンピオンとなった。その一方で工学の分野でも21歳で、電気工学設計士、26歳で工学博士となった。1948年、 マックスへは、サミュエル・ハーマン・レシェフスキー、パウル・ケレス、ワシリー・スミスロフを加えた5人で、ファイド自身が初めて開催した公式世界チャンピオンの決定大会が行われ、ボトビニクはこれに優勝し、チャンピオンとなった。1957年に、スミスロフに敗れたが、翌年のリターンマッチでタイトルを奪還。1960年に、ミハイル・タリンにタイトルを奪われるが、 翌年のリターンマッチで再びチャンピオンに返り咲く。1963年チグランペトロシアンにチャンピオンの座を奪われ、世界選手権戦から引退。1970年に全ての公式大会から引退した。ボトビニクは24局制の世界選手権マッチを7度戦った。その中で防衛戦として戦った5回のうち、1951年の対、 デイビッド・ブロンシュタイン戦と1954年の対スミスロフ戦は共に12から12の引き分け防衛。他の3回すなわち前日の1957年の対スミスロフ戦、1960年の対タリ戦、1963年の対ペトロシアン戦は敗退している。すなわち、ボトビニックは防衛戦において一度も勝利したことがない。競技においては、 万丈、万外ともあらゆる面について徹底した準備を行うことで知られた。その経験を生かして、後には更新の指導にあたり、カルポフ、カスパロフ、クラムニクの3人の世界チャンピオンを始めた数のトッププレイヤーを育てた。また引退後は、電気工学者としての経験から、初期のチェスコンピュータプログラムの開発にも貢献し、ソ連の計画経済への人工知能の応用を、 放送する活動などを行った。ありがとうございます。